ユキナイのゲームのツボ。こんにちは、ユキナイです。もう街にはクリスマスツリーが飾られていたりして、11月いっぱいはクリスマスで盛り上げるだけ盛り上げるのをさっていう、なんか商売人魂を感じてしまうんですけれども、今年ってホテルの予約プランに予約しておくとサンタクロースが来てくれるところってあるんですって。東京で？それいいですよね。でも一人のサンタさんが回りきるわけないから、用事があって廊下に出たらいっぺんに 何十人ものサンタさんがいたら、結構子供とかショック受けちゃうかもしれないけれど、そうだな、一回そういうクリスマスやってみたいな。どっかのホテルを予約してディナーを食べて、部屋に帰って結構景色が綺麗な部屋とかで、そこでサンタさんが来てくれて、そういうのをゲームとしてやってみたいなっていう気もするんですけどね。大抵でも身内でみんなで一緒にいて、みんなスプーンとかフォーク片手に持ってて、トップスのケーキとかそういうのを用意どんで一気に食べるっていうそういうような食べるだけのクリスマスっていう感じに毎年毎年なっちゃってるんです。私のクリスマスの予定は今のところないけど、その前にちょっと仕事で海外に行ってくるので、本当はクリスマスまでうだうだ伸ばしたいなと思ってるんですけれど、ダメそう今のところ帰ってこいという感じですよ。ではマガジンはバーガーショップでダウンロードしてください。アラビンドビン、アゲチャビン、何が飛び出すゲームのツボ。10分最後まで聞いてくださいね。有機内のゲームのツボ。日本一短いゲームサイドストーリー、ゲームの陰に潜むサイドストーリーを紹介しています。このコーナーひそひそ、今日も2本紹介します。皆さんが送ってきてくれたゲームサイドストーリー、一つ一つのストーリーをイメージすればマガジンに入っております。ではまず松本市にお住まいの粉ミルクさんが送ってきてくださいました。日本一短いゲームサイドストーリー RPG 宿屋法。このほど RPG 議会が決定した新しい法律 RPG 宿屋法は、誰でも宿屋が開けるをキャッチコピーに非常に手軽な法律として話題を呼んでいる。今日もドラクエ区役所には新しく宿屋を開こうと希望に満ちあふれる若者が訪れているようで、てん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 。すみません、僕も宿屋をやりたいのですが。ん？また宿屋？たく変な法律のおかげで猫も職種も宿屋宿屋って。でどこに建てるつもりなの？あ、はい、地図で言うとこの辺になるんですけど。ここだと一人当たり5ゴールドしか取れないよ。5ゴールドですか？ちょっと安すぎるな。何言ってんの、主人公ん家がここ
あんたんとこがここ、この距離じゃ5以上出せないっしょ。なんならこの2や3でもいいんだよこっちは。いや、それで全然結構です。はい。それからね、隣の村に夢が見れる宿屋があるから、客には夢を見せないこと、それと下流に行くと仲間に会える宿屋もあるから仲間に回せないことね。分かった？それじゃ何のイベントもできないじゃないですか。いいんだよそれで。寝るとこって書いて宿屋なんだから、イベント屋がやりたいわけじゃないだろ。と宿屋を開くのもそう簡単じゃないわけで、いろいろと苦労も絶えないようです。宿屋は主人公のとこに建てても誰も入んないよね。遠ければ遠いほど高くできる。そうだよね、宿屋はなんかだんだん高くなっちゃって、ルーラーができるとやっぱり自分のところまで帰って寝てたもんな。3の時とか1なんかも結構高かったよね。遠くに行くとキメラが出るあたりとか、もう武器代貯めてるのに宿屋にも入れないって今宿屋入ったらまた何個倒せばいいんだとか。だから宿屋よりも武器屋砲とか作ったらいいんじゃないの。何でも武器に変えてくれる、攻撃できる光のローブとか。なくなっちゃうんだけどね、一回使うと。もう全然魔法でも何でも歯が立たなくなった時にそれを武器にしておいてもらうと、なんか女の子だったら光のローブパサッて脱ぐと一瞬金縛りとか、そういう効能かなんかがあったりとか。次は国立市の山崎正也さんからいただきました。日本一短いゲームサイドストーリー、マリオ GS グループ結成。スーファミ芸能界では今一大センセーションが巻き起こっている。というのも、スーファミ界初の GS グループカートーズがデビューをすることになったのだ。もちろんプロデュースは T コマリオ、ボーカルのマリオをはじめメンバーのラインナップも非常に華やか。とりあえずデビュー第1弾として3作同時発売の CD 恋のカートカート、ロック44ゴールまで抱きしめては、予約段階で早くも100万枚を突破する勢いで、この秋は早稲田慶応をはじめ各地の大学の学園祭にも引っ張りだこ。今年の紅白出場も非常に有力となってきた。僕らの世界ではやっぱりなんだかんだ言ってもグループサウンズなのよね。ほら最近の J-POP シーンってさ、打ち込み系が主流でしょ。だからその時代の流れに対するアンチテーゼというか、まあとにかく曲を聴いてよ。今日はこれから上田橋商店街でキャンペーンなんだ。じゃあね。ゲームシーンからミュージックシーンまでマリオの活躍はまだまだ続きそうです。頑張れルイジ。644 644は聞きたいな。どんなんだろう。タカタタ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 スタスタ644644とかずっと立ってるとか。カートになってる。どれ。あ、ギターにこれタイヤがついてるんだ。カートーズ、ヘイヘイヘイカートーズ。だからね、思ってたのね、マリオさん。というわけで、先週も紹介しましたが、ゲームサイドストーリーでは、年末年始にかけて12月29日と1月5日の放送分では、年越し特番あなたが選ぶ日本一短いゲームサイドストーリーベスト10を放送します。そこでプレイヤーの皆様から今まで放送したゲームのサイドストーリーの中であなたが一番気に入ったサイドストーリーを大募集。皆様からいただいたハガキを集計した結果、ベスト10を決定し放送します。応募いただいた方の中から抽選でなんと100名の方に、抽選でサイドストーリーベスト10の内容が詰まった手作り絵本をプレゼントします。ふるってご応募ください。応募方法はハガキに住所、氏名、年齢、職業、あなたが選ぶゲームサイドストーリーを一つ書いて以下の住所に送ってください。東京都台東区浅草橋 5-21-4 セントニナ、有機内のゲームの壺、あなたが選ぶゲームサイドストーリーベスト10の係です。応募締め切りは12月の20日の金曜日、必着とさせていただきます。なお都合によりオーバー1人につき1票とさせてください。お願いします。素晴らしきゲーム仲間、今月のゲストはマリオカート64の制作ディレクター、任天堂の今野秀樹さんです。
ですけれどもマリオカート発売されるわけですが、前のスーファミのマリオカートから参加キャラが結構ちょこちょこ変わったりとかしてるそうですが。そうですね、キャラクターがですね、あの前回あのノコノコっていう亀ですか、いましたんですが、今回は、代わりに、ワリオ、はいはい、新しくワリオとですね、あとドンキーコングのジュニアというのがいたんですが、それがドンキーコング。なんでこれはお父さん出てきちゃったんですか。なんででしょうね、これはすでにスーパーアミコンでですねドンキーコング のシリーズで今ドンキーコングカントリーのシリーズですか、誰が出てまして、キャラクターもがっちりしてるし、やはりドンキーコングをお父さんを出そうということで、まあ、意外となんとなく決まった。なんとなくなんです前ドンキーコング、今宣伝してるやつないやつやった時に、はい、あれも結構でも絵が綺麗で、そしたらわしの若い頃はってこの人説教してた気がしたんですけど、ジュニアに、はい、まあ、全然関係ないんですけども、ルイージはマリオ64では実はあの出ていないんですよ、で結構マイナーになっていて、そうですよね、あのなんとかルイージオっていう声もありましたんで、まあ、これは当然入れるということで、ちょっと活躍またさせてあげようじゃないかということで出してます。なんかマリオとルイージを対戦で4人でやってて、はい、誰かがマリオとルイージを選んだら兄弟愛とかいうラードはないですかね。いや大概まあマリオ選ぶとルイージも選んで、もうライバルですよね、まあスタイルとして協力したりとかいうふうにもできるんですが、もうマリオカートに限ってはやはり2人を3人を4人をと遊び出すと、もう絶対対決になってしまいますから、もうマリオであろうがルイージであろうがとにかくもう自分が勝つみたいな、マリオ兄さんであろうとも、いやもう関係ないですね、僕はこの間出してもらえなかったんだから、そうですね、僕を1位にしてとルイージは言うかもしれない。そうです、はい、ゆうきなえのゲームのツボ、ワンワンコーナー、素晴らしきワンコーナー、ワンダフルワンコーナー、略してワンワンコーナーです。今週はワンワンコーナー、その20、ドラクエ3性格システムに続け、ゲームのツボ、略してゲーツボ、後半 RPG 新システムです。12月6日に、発売になるスーファミ版ドラクエ3には、新たに自分のキャラクターに性格を持たせることのできる性格システムという要素が入っています。そこで今日はゲームのツボが考案した RPG の新システムを紹介したいと思います。ゲームメーカーの皆さん、いいシステムがあったら使ってください。まずゲーツボが考えた最初のシステムはシナリオサイズ変更システム。 RPG ゲームをやっていると出てくる不満、最後のダンジョンが長すぎるとか、もっとストーリーがあるかと思ったのに最後が開けなかったとかいう人たちのためにシナリオのサイズが変更できるのがこのシステム。ゲームを長くやりたい人は洞窟を長くしたり、イベントの数を増やしたりして永久に終わらない、長いダンジョンの嫌な人はダンジョンを短くして2時間で終わっちゃう、なんて感じかな洞窟の意味がないっていう、表に宝箱がポンって落ちてた方がこれはいいじゃないかと思うけど、音楽やなんか松明を使う場所がやっぱり欲しいもんね、 RPG だったらね。最初の方はあの数値を早く上げたいから洞窟が長くてボス戦の近くになったら短めにしてくれたりするといいかなっていうシステムです。どうでしょうか。続いては小選挙区比例代表並列制システム。今年行われた選挙制度をいち早く取り入れたシステム。これは最後のボス戦の時に戦い方が選べるシステムのことで、自分の育てた勇者に自信のある時は勇者を一人でボスと戦わせる。この際最近よくあるボスの前にいろいろ出てくる手下は出てきません。あくまで1対1の戦いです。それに勝利するとエンディングが見られます。そして勇者のレベルに自信がない場合はパーティーで最後のボスに戦いを挑みます。この際は最後のボスに勝てなくって全滅しても比例代表なので、ある程度ボスにダメージを与えると、頭角マークが出てエンディングが見れる、パーティー全滅救済システムという感じでしょうか比例だと当選と、小選挙区はダメだ、パーティーは全滅しました。しかしあなたのボスに対する攻撃の撃破率は 85% です。こんなのつまらないよ。おろろ。続いては HP 最強ヘルスケアシステム。
このシステムでは勇者は最初から最強 HP や MP を持っている。ちょっとそっとの攻撃では大丈夫、答えません。最初からものすごい勇者が、しかし HP を気にしない代わりに健康に気を使ってください。例えば毎日の運動は欠かせません。それと体にいいお酢とかビタミン剤を摂取してください。青竹を踏んだりしなければいけません。別にそれをやらなければどうにかなるということはないのですが、勇者は健康に気を使う人なので、それをやらないとモンスターと戦う気力が出てこなくなります。寝るとかになってしまうのかな。また女勇者を選んだ場合は、これまた HP は最強ですが、女勇者はスタイルを気にするためダイエットを毎日実行しないとモンスターの前に出るのを恥ずかしがります。卵ダイエット、リンゴダイエット、手にテープを貼るダイエットとうとう必ず続けてください。勇者にさ、プレイヤーがバレてたらいいよね。プレイヤーがちゃんと指にテープとか巻いてないと勇者戦ってくれなかったよ。こっちが見えてる。以上、ワンワンコーナーでした。空気内のゲームにゃんにゃんコーナー X。 ゲームの中に出てくる猫を連れ去らい、勝手にマガジンの中で飼ってしまうというコーナー、にゃんにゃんコーナーの発展版、にゃんにゃんコーナー X。猫に限らずいろんな動物を飼っていきます。で、まあ、この間はねゾウさんが入っちゃって、もう猫は結構遊び物とか倒されたりとかしてみんな怯えてるんだけど、今日は皆さん見えますか、この矢印のところにねいるんですけど、赤い矢印ね、ゾウの下のいた。今日連れてきた動物はシムアントに出てくるアリです。アリね、ハロハロハロ、久しぶりに聞きたいな、あのクリアするとアリが歌う歌かわいいんだよな、ハハハハハローって一応ラップなんだよね。アリなんだけどかわいいね、シムアントのアリは。やっぱり最近誰、ベルナール・ウェーベルだっけ、アリっていうハードカバーの本があって、上下巻あって、それが結構売れたらしくて、アリの時間っていう、アリの時代か、アリの時間かっていうのが2冊出て、4冊一気にこの間読んだけど、なかなか面白かったよ。そうだな、名前つけよう、何にしようかな。アリだからね、ギサン。にゃんにゃんコーナーでした。夏の17日の3時半15時半からなんですけれども、シネシアンテでピアノフィルムフェスティバルっていうのがあるんですよ。それでね、私が前福岡で撮ってきたんだよっていう映画が上映されます。ロンリープラネットという映画です。私はまだ見てないから、この本当は見に来たかったんだけど、まだ多分お仕事で帰ってきてないかな、日本にという感じなので見れなくてすごく残念なんですけれども、たくさんだから私がやったやつはまあ短編だから1時間に満たないぐらいなんだけど、それの3部作、3人の監督が撮ったやつだったんだけれども、その他にもフィルムフェスティバルってことはたくさん単館もののようなたくさんいい映画あると思いますので、映画好きな人とか、日比谷まで行ける人、他の作品もご一緒に楽しんで、どうぞ行ってらしてください。で、12月の22日の夜中の1時からライブをやります。ごめんね、の時間で忘年会第4ライブです。また石川中生さんと斉藤猫さんとやります。夜中の1時から始発がどこまでビンゴとかいろいろやりながら楽しみたいと思います。また場所は南青山のマンダラです。まあこれもね、また追って告知したいと思います。今日は来てくださってどうもありがとうございました。また来週、ゆうきないでした。
お聞きのチャンネルで放送中のスーパーファミコンアワーは、お手持ちの BS チューナーに任天堂より発売中のスーパーファミコン専用衛星放送アダプターサテラビューを接続することで、音声以外にもゲームやビジュアルなどが楽しめる未来型バラエティ番組に参加できます。スーパーファミコンアワーに関するご意見ご要望については、東京 03-5350-8686、 東京 03-5350-8686、 セントギガサテラビュー放送センターまでお問い合わせください。朝10時から夜9時まで受け付けています。セントギガからのお知らせでした。